皆さんこんにちは。横浜にある栄シャローム福音教会の小山英二です。今日は6月17日、聖書箇所は列王記第2、7章11節から20節、より頼むものは神の御言葉だけです。列王記第2、7章11節から20節。そこで門営たちは叫んで、門のうちの王の家に告げた。王は夜中に起きて家来たちに言った。アラムが私たちに対して謀ったことをあなた方に教えよう。彼らは私たちが飢えているのを知っているので、陣営から出て行って野に隠れ、あいつらが町から出てきたら生け捕りにし、それから町に押し入ろうと考えているのだ。すると家来の一人が答えて言った。それでは誰かにこの町に残っている馬の中から5頭だけ取らせ、その者たちを使わして偵察してみましょう。どうせ彼らはこの町に残っているイスラエルの全民衆と同じ目に遭い、またはすでに滅ぼされたイスラエルの全民衆と同じ目に遭うのですから。彼らが2台分の戦車の馬を取ると、王は行って偵察してきなさいと命じ、アラムの陣営の後を追わせた。彼らはアラムの後を追ってヨルダン川まで行った。ところが、なんと道は至るところ、アラムが慌てて逃げるとき捨てていった衣服や武具でいっぱいであった。使者たちは帰ってきて、このことを王に報告した。そこで民は出て行き、アラムの陣営をかすめ奪ったので、主の言葉の通り、上等の小麦粉1セアが1シェケルで、大麦2セアが1シェケルで売られた。王は霊の侍従、その腕に王が寄りかかっていた侍従を門の管理に当たらせたが、民が門で彼を踏みつけたので彼は死んだ。王が神の人のところに下っていった時話した神の人の言葉の通りであった。神の人が王に、明日の今頃、サマリアの門で、大麦2セアが1シェケルで、上等の小麦粉1セアが1シェケルで売られるようになると言ったとき、侍従は神の人に答えて、たとえ主が天に窓を作られるにしても、そんなことがあるだろうかと言った。そこで彼は、確かにあなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることはできないと言った。その通りのことが彼に実現した。民が門で彼を踏みつけたので彼は死んだ。アラムの陣営に誰もいないという報告を受けたイスラエルの王は、それはアラムの作戦だと恐れました。失敗への恐れは失敗の父です。失敗を恐れていたら何も成し遂げることはできません。感謝のことは、失敗を恐れない家来がいたということであります。彼の家来は言いました。では偵察隊を出して様子を探らせてみてはいかがでしょう。残っている馬の中から5頭だけ差し向けましょう。こうなれば何が起ころうが大した損失でもありますまい。どうせここにいても
私たちと共に死ぬのですから。結果的に王の疑いは間違っていたということが証明されました。慎重になること自体は悪いことではありませんが、何もしなければ何も成し遂げることはできません。箴言にもこういう箇所があります。怠け者は仕事になんかとてもいけないよ、外に出たら通りでライオンに食い殺されるかもしれないじゃないかと言い訳します。失敗を恐れるがゆえに人は愚かな言い訳をするものだと言います。こうなったらどうしよう、ああなったらどうしようと。そして何も挑戦しないまま神様がすでに用意されている勝利を体験することなく終えてしまうというんです。私たちが危機的状況に陥ることを神様があえて許されるのは、私たちに信仰の冒険をしてほしいからかもしれません。ペテロがガリラヤ湖の上を歩いたように、イエス様は私たちに信仰の一歩を踏み出してほしいと願っているのかもしれません。アラムの陣営に誰もいないという報告が事実であるということを知った王は、群衆を統制するために全面的に信頼していた側近を門の管理に当たらせました。この側近こそ、たとえ主が天に窓を作られるにしてもそんなことがあるだろうかと神の言葉を信じるよりも疑いを選んだ人物であります。疑いの代償は高くつきました。彼は溢れるばかりの食料を見ましたが、エリシャが言ったように食べることはできませんでした。聖書は言います。その通りのことが彼に実現した。民が門で彼を踏みつけたので彼は死んだ。同じことが今も起こります。信仰がなければ神に喜ばれることは不可能です。信じることを選ばなかったがゆえに、他の人が体験していることを見ながらも自分はそれを楽しむことができないということがあります。食料に預かることができたサラ跡に侵された人たちと、預かることができなかったこの側近との一番の違いは、健康でも知能でも富でも権力でもありませんでした。それは信仰であります。先日クリスチャンコンテンポラリーミュージックの40周年記念コンサートで、ニューズボーイズというクリスチャンバンドが We Believe、 私たちは信じるという歌を歌っているのを聞きました。ちょうどイスラム国 ISIS によって全てを失ってしまったイラクのクリスチャンたちと共に立ち上がろうというメッセージの後でありましたので、とても心に響きました。こんな歌詞であります。こんなに絶望しているとき、知る限り疑いと恐ればかりのとき、ただ一つの土台がある。私たちは信じる。私たちは信じる父なる神を。私たちは信じるイエス・キリストを。私たちは信じる聖霊を。私たちに新しい命を与えてくださる。私たちは信じる十字架を。私たちは信じる死を打ち破られたと。私たちは信じる復活を。そして再び来られることを。だから私たちの信仰を歌以上のものにしよう。私たちが歌う歌よりも偉大なものに。弱さや誘惑の中にあっても。
私たちは信じる。いかがでしょうか。疑いを選んでいるでしょうか。それとも神の御言葉を信じることを選んでいるでしょうか。青山学院で北東アジアにおける和解と平和のためにという国際シンポジウムがありました。フロアから学者たちにこんな質問が投げかけられました。理論はわかりますが、具体的にはどうしたらいいと考えておられますか。講演者の一人、デューク大学のヘイズ教授は、第二次世界大戦の時ナチスドイツに服従しなかったために大学教授の職を失った神学者カール・バルトの話をしました。バルトはスイスに帰国する電車に乗る時、見送りに来た学生たちにこう言いました。釈義、釈義、釈義、エクソジーサス、エクソジーサス、エクソジーサス。つまり聖書を学びなさいと。聖書を学びなさい。これが和解と平和のために私たちが具体的にできる行動だというんです。神の言葉には力があります。信仰は聞くことから始まります。どんなにありえないと思うことでも、聖書の御言葉は、神の言葉は時が来ると実現します。天使ガブリエルはザカリアに言いました。私は神の御前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この喜びの訪れを伝えるように使わされているのです。ですから見なさい、これらのことが起こる日まではあなたは物が言えず話せなくなりました。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します。疑いではなく信じることを選ぶことができるように、私たちは聖書の御言葉を学ぶ必要があります。祈ります。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美します。あなたの御言葉を感謝します。信じないものにならないで、信じるものになれますように。主イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。